はい、始まりました。タイミングだ、タイミングだ。ワンフォーオール実況かっこはてな。まあリーダーがなんかトイレ行ったんで、あと4だと思う。はい、これなんなの、これ普通にもう完了でいいの、これだってこれしかいないんだよね。うん、あ、これあれか、A のあれだ。ん、なんでもない、資格完了だぜ。リオ出発、滅亡アウト。それ他のアニメの曲目指してんじゃねえよ。頑張りますそっくり足りないよね、これやばい、違いすぎる。ちょっとなんか違いすぎる安定感、胸コンビ。いってらっしゃいませ、ご主人。あーんあいや、いってらっしゃいませは弥生たちに言ってるわけですって。それピヨ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 赤面か、これまたギリギリ。カメラ移動する、あ、さ、まあ、だいぶ一緒だよね、ここは一緒、一緒、もう一緒、一緒。はい、それだ、箱揺れ、会場どれだけ盛り上げられるか、盛り上げる。あ、なるほど、俺やってあれで、激しいよ、0.3 円。頑張ってみるわ、俺、ちょっと。頑張れよ。まあ、交互に押していけば大丈夫だよ。交互なんかな、わかんない。まあ、交互の方がバランス的に。バランス的にいいよね。それで見せてあげるし。突然来るんだよね。フェルネ、フェルネ、フェルネ。突然来る、突然来る。曲は何？隣に。待って、やがいがいるじゃないか。おい、きらめきなりにすればよかった。やよいたね。でも本当に 隣にあのだよ、まあ、曲選んでね。ライブだってまだ楽曲さ、知ってんの隣にしかないじゃん。じゃあちょっと待って。マジかよ、うまい、うまい。いや、弥生がいる。一回緑じゃない、緑じゃない。やばい、赤連続で押していこう。赤連続、うん、四角。むずい、あむずいぞこれ。やべえやべえ、やばいね。今適当に遊んでます。あれ、パーセンテージ減ったらスカイ低くなるの？え、はい、わかんない。あ、そう。あ、減ってくとスパイ効くの。ちょっと足りないよ、やっぱ。終わった。え、もう終わり？結構揺れてますね。0.3。弥生が隣にいるから、ちょっと失敗したね。強いな。下手ですみませんでした。ここにあずささんが入ったらやばいよ。それ本家入ったらやばいよ。強い。やったね。キングオブ。いや、
言語学はクリアの文字が金色だったじゃん。それなアンコールだと。じゃあギュッとやれば。やるか。いや、アンコールないんじゃね。あ、アンコールあんのか。アルパティーンどうなる。あーねー来たやるで。いや、いや、ないか。あ、操作がないかも。あ、そういうタイプのやつかもね。あ操作ないです。いや、曲は曲は弾こうか。曲これっすか。ラプタゼアルケーション。いい感じだね。青い鳥だ。おい、笑うんじゃねえよ。やべえ。弥生かわいそうだな。爆発した。ついに弥生ピンでも笑われた。違うだろ。爆発した。ごまんは入れといた。ユキホが歌ってるから。そう考えるとさ、めっちゃパターンあるよ。まあ、頑張ってるよな。声優さん、頑張ってる。ライブとかさ、曲めっちゃあるし、たまにピンボケするんだ。いや、今は大丈夫だけど。ファンめっちゃ増えた気がする。アンテナユキコの打ち切り保存しろ。いや、まだよ。保存する。一応、これじゃねえな。一応全部保存してる。あ、これしょ。揺れたな。揺れたね。どうする？4周目になったら消します。急にどんぐらいかかってる。おお、ユキホやば。ユキホ1800人ぐらいで。スマホに変えろや。
フォロワー。フォロワーな。3人同じこと考えてるのか。りっちゃん。メガネ。バーストコンプリートに使えて。4周目だったよ。まだ10分。切るところが中途半端で。おはよう。今日もアイドルプロデュースを元気だなぁ、ね、安定感ある元気だなぁ。おはよう。そうだな。今週は君たちにフェスに出場してもらうと思う。フェスは2組のアイドルが同時にステージを行い、どちらがより会場を盛り上げられるかを競う。まさにアイドル同士の真剣勝負。それがフェスなのだ。大達人だ。一応これ入れとくのゲームなんで、そのフェスを勝ち抜くため。ごめん、新たに4人のアイドルをプロデュースしてもらった。知らないか。じゃあ次絶対アミにするよ。アミか。やればなんとやらだ。3人目のアイドルはコントローラーを貸す。大きな力をもたらすだろう。アミか。でもあれ隣にさあ隣にあずささん。いいよ、どっちでもいいんだけど。まこちん入れとく。あずささんの安定感を使って。はるかはすごくない？右行こうか。なんで左下の、あのさ、ここ覗いてさ、上が同じっていうね。あー、ほんとだ、違う。で、何どれ行く？俺は、はるかをします。俺は、あずささはるかをします。あずさだろ。いや、安定。じゃあ、アジサ行くわ。はるかだろ。三浦あずさくんだね。隣にがあるよ。応用力もあって、したりもいい。いや、ぶつき。実に素晴らしい女性だ。クソ元気な。少々、方向音痴で。今日も近所で迷子になっている。誰もいねえじゃねえか、事務所に。君、探しに行ってくれないか。社長、どこ隠れてたの？ビデオメッセージじゃないの、これ、実は。社長、強いの。で、そこに携帯置いてあって。おら、プロデューサーさん、どうしたんですか？迷ってんのか、これ。おら、それは、わざわざありがとうございます。ちょうど事務所を探していたところだったんです。探し。たぶん、この辺りの地理はとっても複雑なんだと思います。落ちてる。ところで、こんなところで私に構っていていいんですか？お仕事、お忙しいんでしょ？あら。歌姫。そうなんですか。じゃあ改めてよろしくお願いしますね。短大卒業者。目標ですか。そうですね、やっぱり私も女の子ですから、素敵な人を見つけて結ばれて。おい、割愛すんな。おい、押しねえよ。とにかく頑張ります。来るよ、来るよ。どっち丸かな。丸で丸で。なんて言うの？座右の銘。座右の銘。座右はよ。そうですね。は八分目でしょうか。高根さんに教えてあげましょう。ええ、そうです。ついつい食べ過ぎちゃいそうになると、その言葉を胸の内で何度も唱えるんです。ひよっことはいえ、アイドルなんですから、スタイルキープには気をつけなくちゃダメですよね。ひよっこ。
でもですね、私ナムコプロで一番お姉さんなんです。あ、高値なんすよ。今から頑張ってアイドルとして成功できるものを。いいこと同い年。何19とかだね。あ、19か17どう。おっと、あ、よし、これはこれだ。これ、うん、あれだよ、これはあれだよ。安定か。信じちゃいます。丸の安定だよ。まあ、素敵ですね。そういうことなら、私もお供いたします。主役はユキホよ。それなまさか。あ、違った。あ、プロデュースだ。今日はフェスに挑戦するそうですね。フェスじゃないの、フェスなの。フェス待って、これボケてた。嘘。それじゃあ、よく聞いてください。うわ、マジか、最悪だ。フェスは他のアイドルユニットとステージのパフォーマンスを競う対戦式のライブです。フェスに参加することはアイドルにとって最も経験を積むことにもなります。あった。ただあれ、あった。オーディションやライブこれ常に確認しとかないと、ちょっとやばいよね。ステージを盛り上げてきます。つまりうちの子たちと同じようなアピールをしてくるわけです。じゃあ、あずささんともさ、すごく大変ですよね。ずっとボケてたのかな。どこからだろうね、わかんない。ごめんなさい。そうです。監視が大変。わかった。アイドルの力を引き出す特別な方法があるんです。そっから画面を見るっていうね。黒猫くつろぐ。それはズバリレッスンです。レッスンをすることでアイドルたちが秘めている力を引き出すことができます。まずは立ち直ってください。レッスンについて簡単にまとめてみました。負けたら、ファンは減ることはないと願おう。ファンは減らないんだね。減るだろ。減んのか、わかんねえ。相手に奪われんのか。寝取られ。うるせえ、黙れ。下ネタじゃねえか。下ネタじゃねえ。下ネタっていうかもう単語だよ。それじゃあ早速レッスンしてみましょう。まず好きなレッスンを選ん、あ、今回は初レッスンですから、とりあえずリーダーの子を連れて行ってくださいね。ゆきほ分かってるわ。フリーズ、ノーノー、ゲーム、ノーツプリーズ、コントローラー。1個しかない。え、お、どうすんの。コスト、どっち、ボーカル、ダンス、ダンスですよ。ビジュアル、ビジュアルって何だ。表情、音ゲーっぽいのだとダンスかな。ダンス、ダンス、ふんふん、ふんふん、ダンス、ダンス、コントローラーを黒猫にパス。激しい運動は苦手なお姉さん。あ、弥生もだよね。絶対響きと得意だね。響きとマーブチン得意。そうですよね。すみません。私、できるだけ頑張ってみます。はい。置いてあった。アキバ48。開けるほどか。はい。あ、はい。殺されるよ。よろしくお願いします。プロデューサー。次の位置の違いな。ダンスレッスンで先生の指示が大事なの。歩行器。四拍子の指示か。ダン、シボンプでしょ。簡単に。よし、かせ黒猫。はい。無理じゃね。いや、ダンダンダン。あ、こういうことね。うん、意味が分かる。音ゲーは今上がってる。ダメだよ。おい、音ゲーは。ごめんなさい。
むずいんだよ。殺人。オッケー。お、さすが殺人。はい、ここはいけるでしょ。殺人うまいわ。なめちゃダメだね。怖いよね。ギリギリだったな。なめちゃあかんで。へい。へい。最初の方に。いや、初見でこれって結構強い。初見だ。いや、ゆうとくんのプレイ見たし。お疲れ様でーす。初プレイ。はい、ハイロンパー。じゃあハニーハートビートで入場しないとな。あと1曲だけなんだよ。裏もある。そう、裏1曲2分。俺あと1曲。レッスンで引き出せるアイドルの魅力ですけど、裏だけ。レッスンのレベルが高いほど効果が高く、レッスン効果の持続もレッスンのレベルが高いほど長くなりますよ。一桁。高いレベルのレッスンがプロデューサーランクで上がると選べるようになりますからね。で、緊張していて、途中の道中の複合案じゃないか、ちょっと長めのそこで手がくりました。どんな感じです。ごめん、俺まださ、ゆらみひゅるだわ。よろしくお願いしますね、プロデューサー。いや、ちゃんとシップフルしてる。レベルが高くなるほど。いや、俺、アップサベル一番最初にフルしたの。それやったの早かった。もう初日プレイしたけど。みんなで事務所から応援していますから、フェス、頑張ってくださいね。フェス、フェス。頑張ってね、リュウトシ。コテコテでやろうぜ、すすめっていうか。明日は多分俺いないかも。明日は俺も試合だからね。俺明日はやり行くわ。どんで月曜は俺行くよ、もちろん。あ、でも月曜部活あんのか。あ、ちょっと待って。うん、時間も時間だし。パート4、カッコハテナ終わりにします。多分4。